ヴィッセル神戸、石津大輔。何としてもプロになりたいっていう気持ちと見返したいっていう気持ちで何とか持ってたって感じですね。スピードを生かした突破からゴールを奪う。石津大輔のルーツ。高校卒業してその福岡大学に入学するにあたって試合に出るイメージで入ったんですけど、全然試合にも出れないし、トップチームに行ってもその18人に入れなくて、その雑用してたりとかもしてたんで、思い通りにいかない、もがき苦しんだ大学時代。その時気づいたことがあった。これ分かってても多分難しいことだと思うんですよ。やっぱふてくされて態度に出ても全然多分自分としてはすごいマイナスだし、それをやっぱ力に変えるっていう難しさはありますけど、やっぱそれをやっていかないと先には進まないと思うので。評価するのは自分ではない、そう気づき、生き抜くために必要なことを考えた。プロになった今もあの時の気持ちを忘れず前を向く。自分を見失わぬように、自分のいいところを出すためにはボールにたくさん関わらないといけないと思いますし、90分の中でやっぱたくさんしていかないとやっぱ結果も出ないし、その監督が求めているところプラス自分の良さっていうところをもっともっと出していければなというふうに思います。そんな石津大輔が伝えたいこと。プロになるまでに、なんすかね、全て思い通り描いているイメージ通りに行く人は本当一握りだと思うんですよ。挫折だったり壁にぶち当たったりっていうところで、それをやっぱり力に変えて成長するために今自分ができることは何かっていうふうに考えて、向上心を常に持ち続ければ必ず結果がついてくると思うので、諦めずに、はい、頑張ってください。次回のフットニスタはセレッソ関口国光のルーツに迫る。